ンリンハローパダレールリンリンパダレルのリントです。はい、今日はシェフィーさんの体重測定でございます。体重と身体測定かなになります。はい、10月1日って感じ。本日11月11日に撮っております。11月1日、文字が消えてしまった。で、33センチから 40.5 センチになって 257グラムだったんですよね。今回はどれぐらいになっているか測っていきましょう。じゃあシェフィーさんに登場していただきましょうか。よいしょちょっと怒ってますね。ちょっとフシューというのが聞こえてきますが、よいしょ、はい、失礼するよ、よいしょ今ちょうど脱皮中ですね。この辺が脱皮してます。ちょっと取ってあげる。よいしょ、怒ってる。はい、じゃあまず体調からかな。体調から測っていきますよ。ちょっと頭失礼。はい、うわー、でかくなってますね。体調からよいしょ、尻尾に沿わせて 47.5 センチ。おおよそですが 47.5 センチでした。次体重、よいしょ、これに乗せてからの方がいいかな。えい脱皮側がすごいね。よいしょ、はい、この中にちょっとおとなしくしていてください。わあ、マジでほぼ 100g、 ほぼってか 100g だわ。 357g、 一月で約 100g 分増えるみたいですね。結構増えますね。うちに来たのがね4月頃なんですけれども、4月頃はですね、ほんと 50g とかのちっちゃい状態だったんですけど、こんな感じでシェフィーさん体調が大きくなってってますね。着実に成長しております。ほんとオオトカゲになりますねこれはね。ではでは、最後にご飯だけちょっと用意してあげて、少しご飯をあげましょうか。今はね、ご飯ずっとこれです。モニターフィード、はい、ここまあ10粒ぐらいかな。10粒程度ですね。まあなんとなく片手で軽く取ったぐらいが10粒ぐらいかな。こんな感じ、何個入ってる？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 と、おお、すごい、適当に取ってもちゃんと10粒になってた。ある意味最後、よいしょ、ありがとうね。あ、サムネイルに良さそうだからちょっとだけこうしてもらっていい？サムネイル、
ムネイルこうだな。こんなもんにしとこう。よし。さあ、いいよ出て。ご飯食べようか。よいしょ。食べてから測ると多分この分のグラム数増えるんだけどね。はいどうぞ。いらない？お腹空いてない？もしかしてお腹空いてないわけはないでしょ。口の周りが気になったんだね。飲み込めてない？もしかして。あ、じゃあ口の周りが気になったんだね。はいどうぞ。きっちり 100g ですか。まあね、太りすぎないようにはちょっと調整してるので、この辺のね、横の皮が少し余り気味のように見えると思うんですよ。なんて言ったらいいんだろう、ビヨーンってね。それはあえて私がそのようにしてました。やっぱね、内臓脂肪の疾患によるね、死亡率っていうのが、ね、多いので、内臓疾患だけはちょっと起こさないようにと思って。すごい綺麗にこの辺向けそう。あ、そうでもなかった。この子のね、脱皮側はね、なんかすごい一枚になるわけではなくて、ね、ほんとこうボロボロボロってこんな感じで取れます。おとなしいはおとなしいんですけどね、こういうふうにやってる時の爪は痛いね、やっぱり。もうちょっと取ってあげたいけど、ちょっと爪で痛いんで、一旦この辺でやめておきます。はい、ということで本日は以上となります。もしよろしければ、こちらのチャンネル登録、高評価、各種 SNS ですね、 Twitter、Instagram、TikTok やってますので、よかったらそちらも見てみてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで以上、リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。